萩市須佐町の高山に来ています。長い階段を今ずっと上がってきて、あともう少しで山頂です。山頂まで車道が整備されているのですけど、一般の方の車両の進入は禁止されております。山頂展望台が見えてきました。コンクリートの立派な柱の、展望台です。梁に須佐町の名所のパネルが貼ってあります。じゃあ展望台の方に上がってみたいと思います。展望台は非常に見晴らしがいいです。方角によって見えるところが、タイルで展示してあります。望遠鏡も設置してあります。では、東方向の眺望を見てみます。遠くに石見空港が見えるみたいです。それから南側にずっと見ていっています。こっちが南方向です。それから北方向にずっと回してみたいと思います。こちらに須佐湾が見えてます。それからこっちの方向が西方向です。それからずっと北の方に見るとちょっと木がありますけど、この方向が北方向です。全周ほぼ開けております。アマチュア無線などするには担ぎ上げが必要ですけど、何らか の許可を取れば可能かもしれません。車で上がるのも可能かもしれません。見てみますね。ソーンが見えてます。非常に見晴らしのいいとこです。